問題も新作が登場とランをするならセブンそしてウォーキングには SR というのが登場です「ビギナーランニングマガジン」へようこそ感想をおきいにマキです今回は他のボの問題 こちらのセブンプラスですねもう1つ SR というのが出たのでそれを2足紹介していきたいと思いますいやもうでも他怒涛の攻めですねラッシュ攻撃というかまあカーボン X の SP から始まってクリフトンエッジそしてクリフトン さらに「リンコン」と新作が次々と投下されてなおかつですねいやいやここで初めてボンダイまでまあ登場するわさらに SR とでその他にも他はまだまだトレイルもそうですしその他の方も攻めているのでまあ他だけでもいやこれすごいラッシュ攻撃かなと思っているくらいです。 まあ、ボンダイといえば一番です、ね、安定していてセーフティーなシューズというところでまあ正直なところ言うともうこれもランナーだけのもののシューズじゃなくなったなと思ってたらやはり今回 SR というのを出したというのもやっぱりライフスタイルに特化したシューズというところなんでしょうね。まあ最近こう街を歩いているとですねただ通勤で履いている普通の方々が。 いや他を履いているもちろん恩を履いているすごく目立つわけですねですから我々ランナーの目線からするとうわこの二強はすごいなと例えば普段履きでねアシックスさんだったらあ鬼塚なのかななんていう感じで別路線に行くところなんですけれども今回紹介するボンダイはそのままボンダイを履いているなかなかやはり一般の方の方がね え財布の紐が緩いのかなとランナーの方が硬いのかななんて思っちゃうぐらいにえ皆さん履いているかなと思っていますそのセブンがいよいよ来月9月から発売ということになりましたまあ何と言っても一番こうアウトソールがしっかりしていてえマックスクッションというところはもう変わりはないところなんですけれどもでアッパーはもうおなじみ えー、軽いし伸縮性のいいエンジニアードメッシュこれが通気性もいいですからねもうこのどのメーカーもここは、えー、安定してるところかなっていう感じがしますねでその他に関して言うと何がどう変わってるんでしょうねまあ EVA 自体これもどう軽くなってるのかすごく興味深いところですしあとはアウトソールも まあ、クリフトンの時もそうだったんですけどだいぶ充実してきているなというのが印象的な形ですねで今回ちょっとよく見てみるとですねまあドロップ4ミリというところででマックスのかかとのところが3 3ミリで全足部が2 9ミリと結構厚めにできてますちなみにこう2 7ンチのタイプですけれども まあさすが安定感のある手術かなと思っていますまあそれでもですね33ということはイコール考えてみるとナイキのアルファに比べたら薄いんだなというところがすごく印象的ですねまあそういったこうダイの安定感ちょっとですね前作と吐き比べてみたいなというのはあとは来月まで楽しみに待つしかないんですけれども ところがですねそれに合わせる前に SR というのが先に8月先行販売されるそうですこれをさらにですね SR はこのボンダイをライフスタイルに特化しているとライフスタイルって何かっていったら日常生活ですので当然走るっていうことに特化してるわけではなくて雨の日にも履くわけですから当然まあこう。 レーザーを使っているレインレーザーや雨に強いわけですねですからまあ台風時期なんかもまあ梅雨時期に使ってみたかったですけどもそこは興味深いところですしマックスクッションですから当然ウォーキングとかにも使えますから長く、えー、お出かけしたい人だったりとか、えー、よく歩く方々。 で黒いタイプなんかねビジネススタイルにも使えると思いますのですごくそういったところでも、まあ、人気が増えてくるのかなというのがもうすでに8月に発売ということが決定されていますそしてアウトソール自体もまあ他といえばやっぱり軽くするためにあまり充実していなかったんですけどブルーレンジでアウトソールこれをラバーを入れているというところで やっぱり歩く、ライイフスタイルに特化する形ですの、ね、で,すんでこれも簡単に言えばまあボンダイの新作の成分に関してはやっぱりラナそして SR に関してはライフスタイル歩くということをイメージして作っていますのでかといって走れないシューズではないと思いますのでまあそこら辺ですねまあレザーですから重くなってるはずですけれども。 まあ大体2 7ンチで約 400g ということで約 100g ぐらい違いますから結構重たいですのでねえちなみにセブンは 303g というところでそれぐらい差がありますんでまあやはり走るんであればセブンなのかなと思いますねとはいうもののもうどれ選んでいいんでしょうクリフトンだリンコンだいやいやクリフトンエッジだそしてボンダイだと。 いやー忙しいですねちなみに荒日春出てましたんで、まあ、4足がまあ全てこの半年の期間でリニューアルというところでランナーを悩ませる一、えー、つ、えー、面白かったなというところですねということで、えー、来月発売の盆栽7といち早く発売される SR これを紹介させていただきました皆さんは他を何を選ぶんでしょうか ね、この動画が良ければグッドボタンチャンネル登録もお願いします乾燥給油にまきれでしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もお願いします